インプレッサは、スバルが生産、販売する乗用車である。現行型は5代目。スバルは1992年から4ドアセダント5、ドアボディのモデルを販売してきた。1995年から2001年までは、クーペ、インプレッサ登場時からは、ハッチバック型の5ドアワゴンも販売した。エンジンは、1.5から 2.5L の水平対向4、気筒エンジンが搭載され、 高性能モデルのインプレッサ WRX および WRXSTI はターボチャージャー搭載モデルである。3代目以降、一部の市場では WRX という名称がこれらの高性能モデルに使われた。また、初代から3代目までには北米市場専用のオフロードモデルアウトバックスポーツが設定されていた。4代目ではこのパッケージを xv と解消し、北米以外の市場でも販売している。インプレッサには、前輪駆動モデルと、前輪駆動モデルが用意されている。1990年代後半から、一部の市場では、前輪駆動モデルのみに販売が限定されている。そのため、前輪駆動車が、主流の世界のコンパクトクラスの中で、オードモデルの販売比率が、極めて高いというユニークセディングプロポジションを、 有している。ただし、日本では FF とオードの両方の仕様が用意されており、2018年における販売比率はおよそ49対51であった。インプレザという名称は、現代英語で、近言背後としては、文章学において文章を意味した、インプレザを元にした造語である。1989年に、 完全新設計でデビューしたレガシーが従来の主力車種であったレオーネより上級な車種へと移行したためにジャスティとの間に開いた穴を埋め世界市場、特にヨーロッパにおける C セグメント市場を狙ったスバルの世界戦略者としての役割を担うべく開発された。発売から現在に至るまで標準モデルよりスポーツモデルの販売比率の方が高い。 開発が開始された当時、限られたメーカーしか製造していない水平対抗エンジンと一般的な直列エンジンとの間の技術的なギャップが生まれていたため、当初は横置き直列4気筒エンジンと無断変速機を組み合わせた設計で開発が進められた。1988年にはエンジンは直列4気筒 DOHC4 バルブ 1600cc 横置。き、 トランスミッションは CVT の試作機がテストされていた。しかし、北米でのスバル社の販売不振等の要因により、新型直列4気筒エンジンの開発費の打ち切りと、レガシーからの水平対抗エンジンの流用が決定された。パッケージングは C セグメントの4ドアセダン、5ドアハッチバックおよび2ドアクーペであるが、ハッチバックはステーションワゴンとしての使い勝手を盛り込んだ上で、 新たにスポーツワゴンとして訴求した。セダンはレオーネの廉価モデルであるセダン1600の後継者も兼ねる。また、年次改良や特別使用者の積極的な投入により、日本の小型車としては異例の8年という長期にわたるモデルサイクルを通じて高い商品力を維持した。レガシー RS に代わり世界ラリー選手権参戦車両として、 高性能が与えられたモデルには WRX の名が冠された。エンジンもレガシーアル RS に搭載されていた EJ20 型 DOHC ターボがヘッド周りを一新して搭載された。ボディデザインは座る内部によるものである。フローイングラインと名付けられた滑らかなシルエットなどほぼ全ての角が丸められた柔らかなイメージを特徴としている。車体は初代。 レガシーの車体を基準に開発され、全長で2 0 0、mm、トルホイールベースで6 0ト、mm、ル狭められ、全高を1 0ト、mm、ルかさ上げしている。ホワイトボディで1 7 5ラムと、初代レガシーの2 0 0ラムに対し2 5ラムの軽量化、車両重量では8 0ラムの軽量化を実現している。トランスミッションは、 な車用として5速 MT と E-4 速 AT が用意され、ターボ車用は5速 MT がノーマルレシオとクロースレシオ、それに E-4 速 AT、VTD、オードトランスミッションが用意された。WRX タイプ RAST、WRX タイプ RST にはドライバーズコントロールセンターデフが機械仕切りや LSD との組み合わせで用意された。 DCCD とは、シフトレバー脇に設置されたダイヤルで前後輪のトルク配分を2に調節できる機構である。作動原理は、電磁式クラッチを応用したものである。合わせて、後輪のデフが R180 に拡大され、機械式 LSD が組み込まれる。また、後輪のドライブシャフト系とパーキングブレーキ用、ドラム系も拡大されている。サスペンションは、前方が、 L 型ロアアームのストラット式、後方が2本のラテラルリンクとトレーリングリンクを組み合わせたパラレルリンクストラット式で初代レガシーと共通である。セガン WRX の MT 車にはバネ下重量軽減のためアルミ合金製単造、フロントロアアームを新たに採用している。ブレーキはベンチレーテッドディスクブレーキが前輪に。 全車標準装備されており、WRX では後輪にも装備されている。また、D 年改め以降の、ST バージョンにはフロントに対抗4ポットキャリーパート16インチ、対応ディスクロータ、E 年改め以降の、WRX タイプ RAST、WRX タイプ RST にはさらに、リア対抗にポットキャリーパート15インチ、対応ディスクロータが採用された。 エンジンは全グレードに水平対向4気筒、e、EJ 型を採用している。細かく区別すると4種類が存在する。詳細は下記を参照。なお、同型の生産終了以降、平成24年3月28日発売された BRZ に至るまでの間スバルに2ドアクーペはラインナップされなかった。STI によってチューニングされた EJ20 エンジンは、 最高出力 300PS となった。また、サスペンションやエクステリアも STI の技術が注ぎ込まれていた。300台限定で価格は390万円であった。ボディデザインは初代を引き継いで、セダンとスポーツワゴンが用意されたが、スポーツワゴンがこのナンバー枠に収まるのに対し、セダンはスポーツ走行での安定性を考慮し、 ブリスターフェンダーを備えた3ナンバーサイズとなった。また、スバルがブランドイメージを模索し迷走していた煽りを受けて、そのライフスパンの中で2度に及ぶ大幅なフェンスリフトを受けた。スポーツワゴンは一時期、サーブ9から 2X として北米市場に OEM 供給された。2代目開発当時、各メーカーで盛んに叫ばれていたいわゆる衝突安全ボディの設計に注力され、 新幹上緑骨構造の採用、また全面衝突時の衝撃を効果的に吸収するサブフレームが全端に追加された。STE では合成の確保が根本的に見直され、サイドシルの段面積拡大、ストラットボックス、クロスメンバー部の補強などが行われた。2.0L ターボ車はスバルのターボ車として初めて吸気側に、 可変バルブタイミング機構を採用した。2.0L ターボ社に新たに TGV が採用され、燃焼効率の向上、触媒の二重化による、始動直後の排出ガスレベルの低減を実現し、s t を除く全者が、平成12年度基準排出ガス25%低減レベル、適合した。また、2.0L ターボ、2.0L ナが、同低排出ガス車。 1.5L が有低排出ガス車に適合し、グリーン税制対象車となっている。4輪駆動モデルでは5足 MT に、ビスカスカップリング、方式 LSD 搭載ベベルギア方式センターデフを E-4 足 AT に MPT を用いた、アクティブトルクスプリット 4WD を採用している。4輪駆動ターボ用には、5足 MT として、 従来の TY75 型を引き継いでいる。E-4 速 AT としてレガシーと共通の優勢歯車式センターデフ MPT による VTD オードトランスミッションが搭載された。ST には今回は全くの新開発のスバル内製 TY85 型6速 MT が搭載された。先代ではガラスのミッションと酷評されたが、 この台から搭載されたミッションは強度が見直された。前述の通り2度のフェイスリフトを実施しており、ヘッドランプの形状から順に丸め、波目、高めと呼ばれている。デザインマネージャーを務めた石井守によると、デビュー当初丸めとしたのは会社の意向であり、抵抗を感じつつもポルシェ911のような格好良さを目指したという。 デザイナー側としてはできるだけライトを寝かせたかったが、エンジンルーム内における部品配置スペースの確保や整備性を求める技術者側の要望を反映した結果、市販モデルはライトが前方に突出かつ直立気味となり、自動車メディアや WRX オーナーから不評を買った。スバルアルシオーネのデザイナー、イカルカは、当時は初代インプレッサ開発時代と異なり、モデルを 数だけ作って、その中からいいのを選べばよい、という安直な雰囲気があったとし、どのモデルにも迫力がなかった。最有力案と言われる、モデルの丸めのライトの設定のどこに、走りのイメージがあるというのだろうかと嘆いた。続く、涙目は、ラリー車両を担当していた、イギリス人デザイナーが手直しを行ったもので、男性客の反応は上々であったが、一方で、女性客は、 離れる結果となった。最後の高めは航空機をモチーフとしたスプレッドウィングスグリルを採用し、シャープかつスポーティに仕上げた。日本全国の警察の軌道捜査隊に後期型 WRX が覆面パトカー、栃木県警や埼玉県警、広島県警などの高速隊に中期型 WRX が白黒パトカーとして配備されている。 日本国外でもフランス国家憲兵隊では高速道路での取り締まりで使用されている。4ドアセダンと5ドアハッチバックの2モデルとなった。なお、初代2代目に設定されていたスポーツワゴンは廃止となり、その代わりにハッチバックが設定された。日本では5ドアハッチバックの販売が先行し、4ドアセダンは約1年遅れて市場に投入された。 いずれも全幅が 1700mm を超える3ナンバーサイズとなり、全長も拡大し、コンパクトからミドルクラスへとクラスアップした。シャシーは BL-BPK レガシーのプラットフォームを元にした SI シャシーを新たに採用し、リアサスペンションの形式が従来のストラット式からダブルイッシュボーン式へと変更された。ドアも差し付けドアに変更された。 エンジンについては、一点五 l モデル、十五 s は l 十五型 d o h c 十六バルブ、二点零 l モデル、二十 s は、な、仕様が e j 二0型サイチェシ十六バルブであり、ツインスクロールターボ仕様、SGT が e j 二0型 d o h c 十六バルブである。国内向け二点零 l ターボ車のグレード名は、WRX から SGT となったが、 国外モデルのターボ車は仙台同様 WRX のグレード名を使用する。2007年11月20日、新型インプレッサはアメリカの保健団体の衝突安全テストで最高評価を獲得し、2008年4月21日国土交通省などが安全性能の評価が最も高い車に与える2007年度の自動車アセスメントグランプリに選ばれるなど、 安全性の高い車種として評価されている。発売当初からしばらくセダン投入の動きは見られず、富士重工は日本市場の様子を見てセダンの販売を検討していくとしていたが、同年11月29日、日本国内でもセダンを投入すると報じられた。当初は2008年初頭の発表が噂されたが、報道から約9ヶ月後の同年10月8日に、 インプレッサーネシスの名で発売が開始された。アネシスの特徴として、ゴルフバッグを4つ積載できるトランクルームを備えるとともに、後期タイプのヘッドライトや専用フロントグリルにより、ハッチバックとは異なるフロントマスクとなっていることが挙げられる。インテリアは上級モデルにパールセードと本革を組み合わせている。エンジンは1.5ローナノ L15 型 DOHC16。 バルブと 2L 自然吸気の EJ20 型サイチェシー1 6バルブの2種で、ターボ搭載の SGT や、先代の WRX 系は設定されない。また、アネシスと同じく、ハッチバックにも一部改良が実施され、シンフロントグリル、LED サイドターンランプ付きドアミラー、ブラックトリムと、鉱石中央三点式、シートベルトヘッドレストを装備する。 2010年6月、インプレッサの一部改良と同時に登場した、クロスオーバーモデル。2007年10月24日に発売された。先代までのセダンボディから、ショートオーバーハングのドアハッチバックボディとなった。形式は、CBA-GRB である。エクステリアには、大きく張り出しエッジを効かせた前後フェンダーを採用。これにより、 標準インプレッサシリーズとは別の専用ボディとなり、車両形式も専用となった。インテリアでは新たにレカロ社製フロントバケットタイプシートをメーカーオプションで設定。本川巻き3本、スポークステアリング、3電式のレッドルミネセントメーターやテレスコピックステアリングも採用された。走行性能面では SI ドライブやマルチモード DCCD、 マルチモード v d c などのメカニズムが新たに採用された。先代に続きツインスクロールターボを採用した新開発の EJ20 エンジンは 280PS の自動車馬力規制を超え最大出力 308PS となり、同時に低、中回転域のトルクも向上したほか、可変バルブタイミング機構、a ッ e x が吸気・排気の双方に設けられ、 平成17年排出ガス基準50%低減を達成した。2010年7月1日より4ドアモデルが追加され、同時に5ドアモデルについても4ドアモデルと同一のフロントグリルやバンパーなどでフェースリフトを行いマイナーチェンジ。グレードは共に 2.0L ターボに 6MT の組み合わせの WRXSTI と 2.5L ターボに5。 AT の組み合わせの WRXSTIA ラインの2種で、後者にはサンルーフや単色本比較シートが選べるプレミアムパッケージを用意。また、この年次改良からカタログやスバル公式ウェブサイトでの掲載及び店頭等での表示者名がスバルインプレッサ WRXSTI からスバル WRXSTI に省略変更され、 インプレッサシリーズから独立した車種となった。なお、標準モデルがフルモデルチェンジした2011年11月30日以降も、本モデルは2014年8月25日にフルモデルチェンジされるまで継続生産、販売された。4代目はフルモデルチェンジに合わせて5ドアハッチバックタイプは5ドアから、スポーツ4ドアセダンタイプはアネシスから、 G4 にそれぞれサブネームを改めた。先代とほぼ同等のボディサイズに、ホイールベースを 25mm 拡大し、ドア構造を見直したことで、室内スペースが広められたことで、ショルダーエルボースペースや鉱石足元にゆとりを持たせるとともに、A ピラー加担を 200mm 前に出したことで、視界確保を両立。インパネの高さを抑え、ドア窓剣部を低くし、 フロントドアに三角窓を追加したことで視界や開放感を高めた。トランクスペースは G4 ではスペースそのものを拡大するとともに6、4分割式トランクスルー機能を採用し、スポーツではルーフ交代構造の見直しやパンク修理キットの採用で床面高を下げ、さらにサブトランクを追加した。エンジンは2010年秋に新世代。 ボクサーエンジンが採用され、1.6L 車は FB16 型を搭載。3代目から 100cc アップした排気量分をトルクアップに使用。先代 2.0L 車と遜色ない加速を実現するとともに、1.5L 車と比較して約20%の燃費向上も実現した。2.0L 車はフォレスターに採用の FB20 型に置換。 従来型に比べ、約27%の燃費向上を実現すると、ともに、中速領域のトルクも向上したことで、2.5L 車のみのアクセルを軽く踏み込むだけでも素早い加速が感じられる、レスポンスの良さを実現した。トランスミッションは、時代遅れであった 4AT から、すでにレガシーや XC 加東で採用している、チェーン式 CVT、リニアトロニックで、パーツやレイアウトを、 最適化した改良系を搭載。2.0L 車にはパドルシフト式6速マニュアルモードも備える。さらにジュニアトロニック車にはアイドリングストップシステムも搭載。飛び込み式スターターにタンデムソレノイドを搭載したことでアイドリングストップが作動してエンジンが完全に止まる前でも再始動を可能にした。点六 l 車の四輪駆動車、5MT 車と 1.6i の全輪駆動車を除く全グレードで平成22年度燃費基準プラス25%を達成した。ボディに超高張力鋼板を採用し骨格を見直したことで全方向において高い衝突安全性を実現。さらに 2.0i 及び 2.0iS にはレガシーに採用されている i イサイト搭載グレードを設定。 衝突被害軽減ブレーキを搭載した。このアイサイトは2014年11月のマイナーチェンジでスバルレヴォレボーグから順次導入されているアイサイトに更新されている。2015年6月にはスポーツにスバルのハイブリッド車としては XV ハイブリッド以来に車種目となるスポーツハイブリッドを発表した。シンメトリカル4輪駆動車の構造をベースに モーターアシストによる加速性能と低燃費を両立した独自のオードハイブリッドシステムを採用。ハイブリッドシステム用バッテリーは制御変更を行うことで回生頻度を向上させ積極的にバッテリーを使用することで燃費向上を図り、トランスミッションは既存のリニアトロニックにハイブリッド用の駆動モーターを一体化した専用品を採用することでフリクションを低減し、 トルクコンバーターの流体特性を変更することで平成32年度燃費基準プラス10%を達成。一方でインバーターや DC コンバーターなどの高電圧部品とバッテリーをワンユニット化してラゲッジルーム下に収めることで過失はフラットとした。合わせてフリクションを抑えて初期応答性を高めたダンパーの採用や足回りセッティングを最適化タイヤは ガソリン車の205、50R17 から、幅広の215、50R17 に変更され、車音材や吸音材の最適部位への設定、強化や、専用の液体封入エンジンマウント採用により、振動や騒音を低減した。アイサイトは、バージョン2が採用されているが、全車速追従機能付けクルーズコントロール作動時に、EV 走行と回生ブレーキを、 最大限活用することで実用燃費の向上を図るエコクルーズコントロールを備えた。また、ハイブリッド専用装備としてフロントやサイドシルスポイラーに専用品を採用。ルーフエンドスポイラーとリアコンビランプは LED を採用。内装にはブルー褐色のアクセントが加えられた。また、3代目にラインナップされていた派生モデルの XV は2012年9月25日に WRXSTI はボディタイプを4ドアセダンのみに集約の上2014年8月25日に順次モデルチェンジされたが車種名を XV 及び WRXSTI に改めインプレッサシリーズから独立した車種となった詳細は別項スバル XV スバル WRX 場を参照のこと なお、G4 には、気流工業が手掛けた強襲車仕様が存在する。5代目は新世代プラットフォームである、スバルグローバルプラットフォームを初めて採用。これにより、ソーダ応答性とソーダ安定性が、飛躍的に向上するとともに、衝突時のエネルギー吸収量を先代モデルの1.4倍とした、ことで、乗員保護性能を高め、ボディ構造の最適化と高調力後半の、 適切配置により、重量の増加を抑えながら、全方位においての衝突安全性も向上した。合わせて、ボディは、フレームワークの一新、プラットフォームと、上や骨格の結合強化、リアフレームとサイドシルの結合構造の見直し、構造用接着剤などを行い、サスペンションはフロントにおいて、クロスメンバーの構造を変更し、リアにおいては、 サブフレームブッシュの形状変更を行ったことで、ボディやサスペンションの合成を大幅に向上。温度空間の均一化と静粛性の向上を実現するため、空調ユニットにヒーターブロアユニット一体型を採用した。キャビンスペースも拡大され、ステアリングのチルとテレスコストロークを拡大したほか、フロントシートの構造も刷新している。ボディサイズは、インプレッサスポーツ、 インプレッサ G4 ともに、仙台モデルに対して全長はプラス 40mm、全幅はプラス 35mm、ホイールベースはプラス 15mm とそれぞれ拡大。また、前高は、インプレッサスポーツがプラス 15mm、インプレッサ G4 はマイナス 10mm となった。なお、最小回転半径は、仙台と同様、5.3m を維持している。 安全性能では日本車で初採用となる歩行者保護エアバッグを全車に標準装備。バンパー内部の圧力センサーにより歩行者との衝突事故を検知し瞬時にフロントガラスと A ピラーの下場をエアバッグで覆うことで歩行者の頭部へのダメージ軽減を図る装備である。また先代モデルでは一部グレードにメーカー装着オプションとしていた SRS サイドエアバッグ。 SRS カーテンエアバッグに加え、全面衝突時に、ドライバーの歌詞への被害軽減を図るた、運転席、SRS2 エアバッグを初採用。デュアル SRS エアバッグと合わせ、合計7つの乗員保護用、エアバッグを標準装備とした。運転支援システム、iSight イイは、全輪駆動車にも拡大展開し、全車標準装備とした。新たに、 車線中央維持機能を採用するとともに ACC の機能強化を実施している。また、自社の誤速報から接近する車両を検知し、ドライバーに注意を促すことで安全運転をサポートするスバルリアビークルディテクション、ステレオカメラで先行車や対向車などの通過を検知して、ハイビームとロービームを自動で切り替えるハイビームアシストを新採用。 これらはアドバンスドセーフティパッケージとして全グレードにメーカー装着オプションとした。その他、コーナーや交差点でステアリング操作に合わせてヘッドランプ光軸を左右に動かすステアリング連動ヘッドランプコーナリング時でのライントレース性を向上するアクティブトルクベクタリングも新採用した。エンジンは先代モデルから継続搭載となる。 水平対向4気筒 1.6L の FB16 型と同 2.0L の FB20 型を採用 2.0L エンジンの FB20 型は燃料システムを直噴化し約80%の部品の設計を見直すとともに仙台飛躍 12kg の軽量化を実現したことで燃費と実用域トルク療法の向上を実現また エンジン本体の光合成化と固定点の追加によって振動騒音を低減した。最高出力はプラス3キロワット向上し1 1 3キロワットを発生。なお、最大トルクの数値は 196nm で先代からの変更はない。1.6L エンジンの FB16 型は出力性能を維持したままで環境性能の向上、振動騒音の低減。 大幅な軽量化を行い、静粛性と操縦安定性、燃費向上を実現している。最高出力、最大トルクの数値は、仙台と同一の数値であるが、それぞれの発生回転数の数値が異なっている。トランスミッションは、仙台モデルの 1.6L、4輪駆動車に設定されていた 5MT を廃止し、全グレードがリニアトロニックのみの設定となった。構造は、 全面的に改良され、チェーンのさらなるショートピッチ化とレシオカバレッジの拡大によって、発進加速性能と高速巡航時の燃費を向上させた。さらに、トルクコンバーターの小型化とケースの肉厚、最適化により、仙台モデル飛躍 7.8kg の軽量化を実現した。また、マニュアルモードは、仙台の6速から7速に多段化している。 デザインにおいては、新デザインフィロソフィーであるダイナミックソリッドをスバルの量産モデルで初めて全面採用。インプレッサスポーツはサイドのフロントガラスを傾斜させるとともに、ルーフ後端を下げ、ウィンドウのショルダーラインとドア下部のキャラクターラインに加えて前後のフェンダーから流れるダイナミックブレードと呼ばれる新たなキャラクターラインを採用。リアは、 リアコンビランプを左右に大きく張り出し、大型ルーフスポイラーや、翼端板の採用、リアバンパーをフィン形状にすることで、空力性能も高めた。一方、インプレッサ G4 は、クーペのような流麗なルーフラインとハイショートデッキの組み合わせ優れた、空力性能とスポーティさを備えた、セダンフォルムを実現。リアスタイルは、キックアップしたトランクリッドや、 リアバンパーによるシャープなシルエットにより、スポーティセダンらしいデザインとした。インテリアでは、インパネにステッチを施し、加速パネルをはじめ、コンビメーターやステアリング、シフトノブ、ベルトリングなどの重要なパーツの周囲を、金属調のパーツで囲う、ケーシングモチーフを採用した。なお、本モデルより、北米仕様は、北米スワルオブインディアナオートモーティブインクで、 現地生産されることとなった。本社は、ラリー、各種温度度競技など様々なレースシーンで用いられる車種の一つである。初代は、ガラスのミッションと呼ばれるほどパワーに対して、トランスミッションの許容値が低く破損しやすいことが挙げられ、後のモデルのミッションを流用するなどして、大容量化を図るケースもあった。インプレッサ WRC2006 インプレッサは、初代から一貫して、 モータースポーツ、特に、ラリー競技と切り離せない関係にある。世界ラリー選手権では、シトロエンやブジョーと互角の戦いを繰り広げ、国内イベントでも常に、チャンピオン争いに絡む活躍を見せてきた。2.0L クラスのラリー競技用車両としては、日本はもちろん世界的にも、三菱自動車工業のランサーエボリューションと並び、称され、特に近年までのグループ N クラスは、 ほぼこの2車種が独占していたなど、スバルの世界的なブランドイメージの構築に大きく貢献した。また、競技本番用としてだけでなく、ラリーステージの下見を行う際の車として、高性能な四輪駆動市販車を持たないメーカーのチームでも使用されることがある。世界ラリー選手権では、これまでマニファクチュアラーズチャンピオン3回、ドライバーズチャンピオン3回を獲得している。 2008年12月16日、スバルは世界的不景気の影響と3年以上勝利が遠ざかっていたこともあり、当初の目的は概ね達成したとの判断から、同年末をもって卒業するとして、WRC 参戦の終了を発表し、これに伴ってワークスインプレッサの WRC 参戦は終了した。初代 GC 型。 グループ A インプレッサー555グループ A 仕様1993年。プロドライブはそれまで WRC に参戦していたレガシーの後継として、より小型なインプレッサーをベースとしたラリーカーの開発に着手した。レガシーに対して全長が 160mm、ホイールベースが 60mm 短く、前後重量比も最適であった。また、 ラリーカー発のアクティブディファレンシャルも搭載した。ホモロゲーション名はインプレッサ555。WRC には1993年シーズン終盤の第9戦1コラリーからレガシーに代わって投入され、ドライバーはバタネンとアレン。アリバタネンは初参戦にして2位というデビューを飾った。1994年、タイヤをミシュラン製からピレリ製に切り替え、 同年には1990年及び1992年のチャンピオンであるカルロス・サインツがトヨタから移籍している。繊細なセッティングによって戦闘力が向上。第6戦、アクロポリスラリーで初優勝を果たし、マクレーの手による2勝と合わせて、マニファクチャラーズポイントでも2位を獲得した。1995年シーズンより、 性能制限のためリストリクター装着が肝付けられる。スバルでは、カムシャフトの改良により圧縮比が異なる新エンジンを導入することで、これに対応した。1995年には8戦中5勝を挙げ、スバルは本格参戦から6年目にして、マニファクチャラーズ及びドライバーズのダブルタイトルに輝いた。続く1九9六年もドライバーズタイトルこそ、 三菱の富巻年に奪われるものの、マニファクチャラーズタイトルを2年連続で獲得。グループ A 最強のラリーマシンとして認知され、欧州におけるスバルのブランディング工場と、日本におけるラリー人気の拡大に貢献した。初代 GC 型 WR カーインプレッサ WRC。WRC では1997年により、ワールドラリーカー規定の導入が決定し、 スバルでは新たに2ドアのインプレッサリトナをベースとしたラリーカーの開発に着手した。完全新設計で誕生した WRC97 はエンジンの改良によって最高出力 300PS、5500rpm、最大トルク 470nm を発揮した。また、サスペンション形状の変更に伴い、全幅が 1770mm に拡大され、 よりワイドローな印象となった。1997年にもマニュファクチャラーズタイトルを獲得し、日本メーカーでは唯一の3年連続のマニュファクチャラーズタイトル獲得を達成した。翌1998年は改良型の WRC98 で参戦。フロント、リア、センターにコンピューター制御のアクティブディファレンシャルと電子スロットルを搭載した。 その翌年の1999年には、さらなる改良型 WRC-99 を投入。最大の特徴は、電子制御の油圧式セミオートマチックトランスミッションに、乾燥された点で、シフト速度の大幅な短縮を実現した。技術的に、まだ未熟だったこともあり、第7戦アルゼンチンラリーまでは度重なるトラブルに、悩まされたが、後に他メーカーも、 同様の技術を投入するなど大きな影響を与えた。スバルはこの技術を採用した初のラリーチームであり、2011年にレギュレーションで禁止されるまで全ての WR カーで使用された。しかし、この2年間は三菱や復帰してきたトヨタの工人を廃止、さらにフランスのプジョーシトロエンの参戦もあって、タイトルからは遠のいてしまう。 2000年には2代目インプレッサへの移行を見越した大々的な改修が施された。2代目 GD 型ベースとなるインプレッサの GD 型へのフルモデルチェンジに合わせて、ラリーカーも2001年の WRC2001 より GD 型ベースで開発されることとなった。従来の2ドアから4ドア彫りとなったのが最大の変更点でエアロダイナミックスや重量配分の改善。 さらには低重心化にも寄与していた。前年度より移行を見据えて回収されていたエンジン及びドライブトレーンはそのまま流用されている。2001年にはリチャード・バーンズが2003年にはペター・ソルベルグがそれぞれ WRC ドライバーズタイトルを獲得。2004年が初開催となったラリージャパンではソルベルグが初代勝者に輝いた。さらに2005年には プロダクションカー WRC で新井俊博がシーズンチャンピオンを獲得した。しかし2006年及び2007年はマシン開発で迷走し2年間未勝利に終わった。2002年の第3戦ツールドコルスより WRC2000 を導入。外観の変更点はないが軽量化により車重が 15kg 減少した。2003年シーズンより導入された WRC2003 ではベース車のフェイスリフトに伴いフロントフェースが変更された。またエンジンやターボ周りにも変更が加えられ、より低い回転域から高トルクを発揮するよう改良された。2004年の第3戦ラリーメキシコより WRC2004 を投入。外観上の変更はあまりなかったがエンジンとボディパネルに改良が加えられ、 また改良されたミッションがシーズンの途中で導入された。2005年の第3戦ラリーメキシコより WRC2005 を投入。ボディシェルが再設計され、全幅を 30mm ワイド化することで剛性と安定性を向上させた。エンジンでは軽量フライホイールが装着され、ターボチャージャー、インジェクションにも改良が加えられた。 2006年シーズン初戦より投入された WRC2006 はベース車の2度目のフェンスリフトに伴いフロントフェースが変更された。気候面での変更点はレギュレーションの改定に合わせた変更に止まっている。2008年のラリーメキシコでサービスを受けているペターソルベルグの WRC2007、WRC2007 前年の車の改定版はチャンピオンシップの 第4ラウンドで導入した、ラリーメキシコ。新しいダンパー、異なるラジエーターとインタークーラーの配置、改良された重量配分、サスペンションジオメトリー、リファレンシャルセットアップが特徴。新しく導入された2007年のフォーカス、WRC 及び全く新しいシュトロ NC4、WRC と比較して、達成が不十分であると考えられていた。 車は広範囲にわたるハンドリングの問題に苦しみ、スバルはラリーの2日目にラリーフィンランドから撤退した。WRC2007 の各トランスミッションはフロントディファレンシャルとリアディファレンシャルは似ているがセンターディファレンシャルはユニークです。トランスミッションとディファレンシャルのケースは重量を減らすためにマグネシウムで作られた。車のエンジン、トランスミッション、 ディファレンシャルは個別にオイルシールされているため液体を失うことなく取り外して交換することができる。これはチームが10から12分でコンポーネントを交換するのにも役立った。トランスミッションの潤滑システムの容量は4.5リットルで通常摂し100度前後で作動する温度差の制御に役立つオイルポンプが含まれている。トランスミッションは 市販のインプレッサのエッジパターンであるが、油圧作動及び電子制御の半自動ギアシフトを利用し、油圧式ギアシフトシステムは17アンパの圧力で作動し0.1秒未満でギアシフトを完了することができる。3代目号ドアワールドラリーカーインプレッサ GE、インプレッサ WRC2008。2007年12月、フルモデルチェンジに伴い、 スバルは全く新しい G ーシャー氏のインプレッサ WRX をベースにした WRC2008 のテストを開始した。2008年の車はリアオーバーハングが短くホイールベースが長いハッチバックボディになったためようやくストロエン、フォードなどのライバルと同等のボディ次元で戦えるようになった。オーバーハングが短いことで極寒性モーメントが 減少することで恩恵を受けることが期待され、ダブルイッシュボーン式、リアサスペンションも備えていた。しかし、プロドライブはこのセットアップが劣っていることを発見し、リアサスペンションを元のマクファーソン機構に戻し、最初の数回のラリーでは、更新された2007年の車が使用され、2008年のバージョンは準備ができていた。マルコ・マルティンは2008年に、 スバルチームの公式テストドライバーになる契約に署名し、WRC2008 でのテストの大部分を完了した。2008年4月30日から5月3日までのサルゲーニャでの4日間のテスト中に、ペター・ソルベルグとクリス・アトキンソンが初めて、WRC2008 を運転した。同年5月20日、スバル世界ラリーチームは、WRC2008 が5月29日から、 始まるギリシャのアクロポリスラリーで WRC デビューすることを確認した。デビューでは WRC2008 はペター・ソルベルグがアクロポリスラリーで2位になり最初の表彰台を獲得した。しかし、タバコスポンサーの撤退に伴い資金が豊富なシトロエンやフォードに比べテストが不足、開発、オペレーションを担当していた。 プロドライブにおける旅重なるトップエンジニアの鋼鉄、引き抜き、解雇などに橋を発する開発現場の混乱も手伝い、マシンの開発や熟成に時間がかかるといった問題が、新型へスイッチされてもなお、改善されなかった。また、WR カーのレギュレーションは、エンジンの搭載位置及び、搭載角度は規定内で変更可能であり、横置き直列エンジンなら、 エンジンを後継させて、マシン中央部に寄せるなど、重心を大幅に改善する設計が可能であるが、水平対向エンジンを縦置きにレイアウトするインプレッサにはほとんど改善の余地がなく、グループ AN では絶大であった、ロードカーとしての蘇生の良さを活かせない、WR カー規定自体が、インプレッサにとっては不利であった。同2008年12月16日に、 同年をもって WRC から撤退することが正式に発表され、1993年の先行、ラリー以降14年にわたって維持されてきたインプレッサによるワークスエントリーの歴史に終止符が打たれた。同一社名による14年間連続ワークスフルエントリーは WRC 史上最長記録となっている。ラリーフィンランドでのクリス・アトキンソンの3位は、 当時の厳しい経済状況の中で2008年末にチャンピオンシップから撤退した車とスバル世界ラリーチームの最後の WRC 表彰台フィニッシュであった。ラリーアメリカ世界ラリー選手権以外のラリー競技ではラリーアメリカでスバルラリーチーム USA のケンブロックとトラビス・パストラーナらが活躍しライバルを圧倒し続けた。インプレッサは ラリー以外の分野でも活躍している。全日本ツーリングカー選手権には、1996年と1998年に、シムズレーシングから、初代スポーツワゴンで出場していた。レギュレーション上、駆動方式の変更が認められていたため、FR 都市、同一メーカー製造のエンジンであれば、乾燥可能であったので、EJ18 を、 ボアアップし EJ20 の DOHC シリンダーヘッドとドッキングさせた 2.0L な DOHC エンジンが搭載された。スーパー GT にはクスコレーシングが1997年の最終戦より初代にドアクーペで出場し、2002年より2代目4ドア車が特任車両として出場していた。当初は4輪駆動車には最低車重が上乗せされる。 レギュレーションであったため、四輪駆動によるトラクションより、車重を抑える方が得策との判断から FR が選択されていた。その後、駆動方式による最低重量区別がなくなった2006年の途中から四輪、駆動仕様が参戦している。また、インプレッサの活躍もあってか2008年より4、ドア車も認められ、同年代四戦マレーシアにおいて、 4ドアそして4輪駆動車として初優勝を飾った。しかし、2009年はチームが活動を縮小したため、参戦していない。スーパー耐久では、2002年と2005年、2013年から2016年は、4連覇で ST2 クラスのシリーズチャンピオンを獲得している。ニュルブルクリンク24時間レースでは、WRXSTI が2011年に、 SP3T クラスでクラス優勝し、翌2012年にも同クラスでクラス優勝している。D1 グランプリにチームオレンジのマシンとして初代2代目が使用されていた。スバルの水平対抗 4WD は縦置き上にセンターデフの小加工で FR にでき、比較的早く四輪駆動を改め後輪駆動仕様が製作された。無論、後輪に 全出力が集中するため、高軸周りを中心とした駆動系の強化は必須となる。2017年にトヨタ画像レーシングが公開した CM では、トヨタの豊田明夫社長が俳優佐藤健をインプレッサの助手席に乗せて自らドリフト走行を披露し、自社製、他社製の枠に収まりきらない自動車マニアブリをアピールした。日本では、 インプという愛称で長年親しまれている。特にイギリスにおいて、高校でスクービーと呼ばれることもある。ありがとうございます。